ちょっとサッカーっぽいかな。下はね、うん、うちはね、結構そのマスコミさんのことをね、ディスったけど、意外と、割と。そやけどね、その、絶対尊敬してる部分ってあるのよ。それは今のポーズがヒントやけど、ゴルメ高血圧の攻撃、あ、言われなかった。もう一回、ゴルメ高血圧の攻撃、もたかんか。ゴルメ高血圧の攻撃死んだ。な、すっごい、これできんの、ゴール前、攻撃に次ぐ攻撃よね。これ攻撃、攻撃めっちゃ早いやろ。サッカーの実況中継。他の職業に対する尊敬っていうのはね、やっぱりそういうところをね、ちゃんと見てるかどうかよね。でしょ。そのマスコミ関係者の見るべきものってそこやと思うよ。アナウンサーなら、特に。まあまあまあ、特にアナウンサーの話なんですけどね。アナウンサーは、今みたいな、これ攻撃、攻撃以外の部分は別に人並み以下でええねん、アナウンサーって。今のゴルメ攻撃する攻撃以外の能力はないと困るで、人間やからないとあかんで。そやけど人並み以下で十分やんか。しかしアナウンサーはゴルメ攻撃する攻撃、この もっと滑らかやろ、ゴルメ攻撃する攻撃な、まさにボールがクルクルクルってクルクルクルっていったらゴルメ攻撃する攻撃バルーみたいな、まあ、そんなになっちゃうけどな。最後は違うけど、もう一回読んで、ゴルメ攻撃する攻撃言ってるやん、もう。持ってんの、ゴルメ攻撃する攻撃な、言ったかな、今。シュートできた。ね。だから、他の職業に対する尊敬っていうのは、そういうところが一番大事で。アナウンサーなら、ゴルメ攻撃する攻撃かま。ゴルメ攻撃する攻撃ゴルメ攻撃する攻撃攻撃ついてきた。でしょ。だから、なんていうの、職業差別とかじゃなくて、職業間の誤解っていうのは、そういうとこちゃんとね、見てるかどうかね、評価できてるかどうか。だって、今、ゴルメ攻撃する攻撃以外の能力って別にアナウンサーには要求されへんからっていうわけでもないけど、最も要求される能力というか、もっちゅうか、ゴルメ攻撃する攻撃、この能力がなかったら、アナウンサーと、まあ呼べないでしょ。アナウンサーになれるわけないやん、本来。な。だから、それの裏柄であり、アナウンサーにおいて最も尊敬できるところだ。ゴルメ攻撃する攻撃ゴルメ攻撃する攻撃やろ？と、思うね。ドセーロンやろ。